ウォルター・ジョーンズ・ベラミーはノースカロライナ州、ニューバーン出身の元バスケットボール選手。ローマオリンピックではアメリカ代表のセンターとして先発出場、無敗で金メダルを獲得した。アメリカ代表選手12名のうち10名が NBA 入りし、その中には後にバスケットボール殿堂入りを果たすジェリー・ウェスト、オスカー・ロバートソン、ジェリー・ルーカスらもチームメイトだった。 1961年の NBA ドラフトで全体1位指名を受けて14年間に及ぶ NBA でのキャリアをスタートさせた。彼はルーキー・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。彼のルーキーシーズンに挙げた試合平均31.6得点はウィルト・チェンバレンの記録した37.6得点に、ついで現在でも史上2位の記録になっている。また試合平均19.0リバウンドも、 チェンバレン、ビル・ラッセルに次いで現在でも史上3位の記録である。この年のフィールドゴール成功率はリーグトップとなり、オールスターゲームでも23得点17リバウンドを上げた。1968から69年シーズンに移籍した関係で彼はリーグ史上最多の88試合に出場している。2941得点。 14241リバウンドの数字を残し彼は引退した。1993年に彼はバスケットボール殿堂入りを果たしている。ゴリバー、ベン、ホールオブフェイマー、ウォルト・ベラミー・ダイズ・アット74、スポーツ・イラストレーテッド、httpnba、ドットコム・2013、11、02、ウォルト・ベラミー・ダイズ・ NBA ホールオブフェイム、 2013年11月2日、閲覧。ありがとうございます。